中日立浪監督、4月5日試合後インタビュー田中が途中出場退場というか、1シーズン持つようにということです。途中からでも良い働きをしてくれるので、その辺は考えながらこれからもやっていきたい。これは朗報ちゃんと一年持つようにケアして出場させてくれ。意外とこれを知らずに批判が多いのが悲しい。そろそろ中田にも休みが欲しいところ。ビシエドか石川が一軍上がれたら中田を休みさせてあげられるな。そうだった。確か内臓系の疾患もあったし、そのあたりをちゃんと考慮してケアしてくれてるんだね。いきなり飛ばしすぎても体力持たないだろうし、みんなで乗り切って勝っていきたいよね。三木屋も村松も怪我歴あるからね。ポジティブな意味で併用できるのはお互いのためになるし、それは翔さんを途中で下げてるのと運用面の性質は同じやからな。中田翔は打撃型だから、最初から出してリード展開になったら下げるし、田中幹也は守備走塁型だからリード展開になったら途中から出すって感じか。中田と田中でうまく回せるの面白いよな。田中村松らの調子を落とさないで戦い続けることが今のドラゴンズには重要。明日は村松外されるのかな。今までは文句言ってきたけど明日だけは仕方ないな。今日はダメやったし、たとえ村松外れてももう騒がなくて良いと思う。村松が立浪に嫌われてるわけないし、チームのために村松が控えがベストならベンチってだけだと思うから。立浪は選手の怪我や病気に関しては長い目で見て石橋を叩いて渡る方針を貫いてるから、この点は大いに信頼できる。本人元気にプレイしてるから忘れそうになるけど大腸全摘してるし、去年脱臼の手術してるし、で慎重に使わないといけないんだよな。田中休み時に有く使えるようになれば完成とはいかずともかなりいけそう。クリロド塩漬けももったいないし、田中がスタメンで続けるのは心配。村松に頑張ってもらって田中クリロド併用するのは良い回し方だと思う。